クレメント・アトリー、初代アトリー伯爵、クレメント・リチャード・アトリー、クレメント・リチャード・アトリー、ファースト・アール・アトリー、1883年1月3日から1967年10月8日は、イギリスの政治家、首相、在任、1945年から1951年、労働党党首、1935年から1955年、 ラムゼイ・マクドナルド以来二人目の労働党出身の首相で同党出身の首相として初めて4年の任期を全うできただけでなく任期中に議会で過半数の議席を得ることができた首相でもある。同政権下では国営医療事業国民保健サービス NHS などが設立され、イギリスはベバリッジ報告書構想に基づく福祉国家の建設に歩み出した。 ロンドン出身。オックスフォード大学卒業後弁護士となり、ロンドンのスラム街にあったセツルメントに関わる。第一次世界大戦に出征するも負傷し、除退後は政界に転じる。1919年には労働党出身者初の主張として、ステップニーの主張となった後、1922年の総選挙に初めて立候補する。かつて関わりのあった。 ロンドンのスラム街を地盤として選挙戦を戦い、見事会員議員となる。1924年にマクドナルドが内閣を組織した際には陸軍次官を務める。その後、定進省、労働党会員代表などを経て、1935年に引退するジョージ・ランズベーリーの後任として労働党党首となる。第二次世界大戦中、 ウィンストン・チャーチルの巨国一致連立内閣では、王子章書、1940年から1942年、副首相、1942年から1945年、として入閣し、1945年5月23日の連立解消まで務めた。ヨーロッパ戦線の終結後の初の総選挙は、1945年7月5日に投票が行われ、 26日に開票が行われた結果以下のような結果となった。保守党は181議席を失い、チャーチル、アンソニー・イーゲンら6名の閣僚が当選したものの、残りの閣僚は全員落選する事態となった。チャーチルはポツダム会談に参加中であったが、7月25日のポツダム宣言発表後ただちに帰国、翌26日に内閣総辞職した。 なお、総選挙を控えていたため、このポツダム会談にはアトリーも、自席として参加していた。なおこの時点においてドイツは降伏していたものの、アジア及び太平洋戦線においてはまだ、日本との戦いが続いている最中で、かつてイギリスの植民地であったマレー半島や香港は、日本軍の占い下にあり、多くのイギリス軍将兵が、ビルマや沖縄などで、日本軍と戦っていた。 労働党の勝利後、党内では野党幹部のハロルドラスキがアトリー王与都市を狙っていた。しかし、すでにチャーチルが保守党の敗北を認め、次期首相にアトリーをしていたことから、アトリーはバッキンガム宮殿を訪れ、国王ジョージ6世から祖閣の命を廃した。首相就任後直ちにイギリス全権としてポツダム会談に参加した8月2日に終了。 その後、8月15日に日本が降伏したことで第二次世界大戦が終結した。首相在任中は第二次世界大戦で疲弊したイギリスの戦後復興と主に日本軍によって追い立てられたアジアの植民地の復帰推進、ジョージ六世の反対を押し切って労働党の公約であった基幹産業の国有化とゆりかごから墓場までと呼ばれる。 社会保障制度の確立を行い、社会主義政策をやつぎばやに実現していった。しかし、1947年の寒波で、国内は大きな打撃を受け、さらに戦後復興のために、アメリカ合衆国が示したマーシャルプランを受け入れるなど、国際経済における主導権は完全に失われた。イギリスは戦勝国となったものの、日本軍によって痛められた。 イギリスのアジアにおける権威は完全に失墜し、各地でイギリスからの独立運動が活発化した。その結果、長年のイギリスの植民地であったインド、パキスタン、セイロン、ビルマの独立を承認することを余儀なくされた。しかし、インド・パキスタンでは宗教問題から分離独立となり、委任統治領だったパレスチナでは、 ユダヤ人とアラブ人の対立に対処しきれず、その解決を国際連合に委ねるなど、国際政治における主導権も喪失した上に、過去における植民地支配、分割統治の爪痕を残す結果となった。また、日本の占領下を経て、イギリスの植民地に復帰した香港の地位保全を背景に、1950年1月6日には、西側諸国で最も早く、 中華人民共和国を国家承認し、中華民国とは台湾に駐在する領事館を残した。なお、これに先立つ1948年には、チベット施設団が放映し、アトリーに面会している。国防政策では、朝鮮戦争に日本の占領を担当していたイギリス連邦、占領軍を派遣し、朝鮮イギリス連邦軍の名で、国連軍として参戦させる一方で、 イギリスの原子爆弾開発を決定した。1951年10月に行われた総選挙でチャーチル率いる保守党に敗北したことにより首相を辞任した。首相を退いた後の1954年には中華人民共和国を訪れて西側の要人で初めて毛沢東と会見している。なお、首相辞任後も 労働党と首の座に止まっていたが、労働党が1955年5月に行われた総選挙でチャーチルに代わって新たに党首に就任していたイーデン率いる保守党に敗北したことで12月に党首を辞任し、下院議員を辞職した。しかしその後借位を授かり、初代アトリー白剣プレストウッド施イ以後は貴族院議員となるが、1967年10月に 肺炎で死去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。